はい、こんにちは。今日はストレスに関する話をしていきます。自信を持つとやばいかもしれないっていう、そんなお話です。人生を好転させていく、いい方向に向かっていくためには、ポジティブさとか自分に自信を持つことが大事だっていうことが、例えば自己啓発書だったりとかでいろんなところで言われたりしてるんですけれども、カンフィデンス、自信という著書から抜粋してきてみると、実は自信を持つと逆にやばいことが起こるんじゃないかっていうことが分かったので、今日はそれを皆さんに共有をしていきたいと思います。何かっていうと、シンプルにまとめていくと、例えば皆さんコーラがめちゃめちゃ飲みたくなることってありますよね。でもコーラって別に飲まなくても生きてはいけますよね。ハンバーガーって食べなくちゃ生きていけないかっていうと、別にハンバーガー以外の食べ物っても世の中溢れてるから、ハンバーガーじゃなくてもいいわけですね、食べるものに関しても。で、同じように、実は自信っていうものは必要がないのに、多くの人っていうのはその自信っていうのを欲しがってると。自分に勇気があれば彼女に告白できるのになとか、自分に自信が持てれば会社を起こすことだってできるのに、なんていう風にあるんですけれども、自信を持つことができれば確かに短絡的には気持ちよくなるかもしれません。コーラを飲めば、その爽やかな喉越しとか、シュワ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 っていう感触が気持ちよかったりとか、ハンバーガーももう最近は体にあまり良くないっていうことがいろんなところで言われてきて、でそれを承知してても、こうバンズに挟まれてレタスとハンバーグとチーズが挟まったあれをパクって食べたら、背徳感を感じながら、うまいと思えますよね。ところが反動が大きくって、コーラとかそれからハンバーガーを食べたり飲んだりするとデブになりやすくなってしまったりとか、あるいはあらゆる病気の引き金になったりしまうっていうことがあるんですよね。で、自信も同じで、成功者の、要はお金持ちとか社会的地位を得られた人たちっていうのを探っていくと、実は彼らっていうのは初めから自分はできるといった自信を持っていたのではなくて、能力が高かったっていう話が書いてあるんですね。つまり磨くべきっていうのは自信を持つことではなくて、能力そのものっていう話なんですよ。で、これを裏付ける研究っていうのがあって、1995年に行われたものなんですけれども、当時18歳の学生さんに、自分に自信はありますかっていうことを質問をするんですね。で、あると答えた人とないと答えた人、それぞれを5年間追いかけていくと、自信がありますと自分にはって答えた人たちは、嘘つきで信頼ができないずる賢い人だって思われる確率が高かったっていう結果が出てるんですね。つまり自分のことを能力のいかんにかかわらず誇張して、俺ってこんだけすごいんだぜって、私ってこんなにすごい子なのっていう風にしてしまうと、コミュニケーションの部分で他者から信用を得られなくなっててしまうと。結局ビジネスとか人間関係とかっていうのは、あらゆる自分だけではなくて他人ありきでうまくいくかどうかっていうのが決まっていくものになるので、相手から信用の置けない人だって思われてしまったら、成功から当然遠のいていってしまいますよねっていうことです。ですから残念ながら、自信がありますって言った人ほど成功するとは、まあ残念ながら程遠い人になっててしまったっていうことです。ですんで、反対に自信が低いことによるメリットっていうものを探っていくと、自分の限界とか、あるいは能力が足りてない部分とかっていうのをきちんと把握することができるようになったんですね。ですから、現実的なものの見方ができるんで、自分が、例えばこれだけお金を稼ぐにはどういう能力を身につけたらいいだろうとか、あの子に告白するためにはどういう誘い方をしたらいいんだろうっていうような、きちんと現実を見て、自分が今すべきこと、必要なことっていうのは一体何なのかっていうのをリサーチすることができたっていう結果が出てます。ですから自信が高い人よりも、実際に成功に必要な能力が高くなるスピードっていうのが上がっていきますよっていうのが結論です。なので、皆さん自身がもしこう何か一歩踏み出さなくちゃいけないなとか、こういうことをやりたいな、始めたいなって思っていることがあるとすれば、自信を持つことではなくて、それを始めていくための、うまくの軌道に乗せていくための能力を磨くっていうことに注力をして始めてみていただけたらというふうに思います。ということで、本日の動画は以上となります。お疲れ様でした。さよなら、バイバイ。本日も動画を最後までご視聴いただきましてありがとうございました。この動画が面白かったな、役に立ったなという方はですね、ぜひグッドボタンと、それから下のチャンネル登録ボタンもお願いします。それから皆さんの強みを引き出したりとか、あるいは伸ばしていく、そんなですねコーチングもやっています。興味のある方、セッションを受けてみたいという方は、コメント欄もしくは Twitter の DM からお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。お疲れ様でした。さよなら、バイバイ。